さ、エヴァークライスやっていきますということで、ようやくね、セフィロス来ました。待ってましたよ。これのあの 3D グラフィックのね、あのキャラクターデザインを確認してから、ガチャするつもりだったんですけど、第2弾でね、2個来ると思ったんですけどね、分けてくると思わなかったですね。いや、全然素晴らしいと思いますよ。こう3個に分けるっていうのは。こうスケニはね、こう、ガチャを連発しすぎて、無駄に開発を大変にしてね、売り上げを減らしていくっていうのが好きなんで、勝利の女神ニケっていうのがあるんですけど、あれなんて、1体ですからね。今月1体で、幻影戦争の10倍以上の売り上げ叩き出してますからね。1体ですよ。しかも限定じゃないですよ。工場キャラクター1体で、売り上げランキングですからね。本当に目指すべきはあのスタイルですよ。まあ、今回のクジャの衣装ね、なんか思ったよりも、自分の好みではなかったっすね。なんかもうちょっとふさふさしてほしかったなって感じ。クジはあんまり思い出せないですけど。だから今回のスタイルはね、全員総じて言えるのは、万能系のスタイルなんでね。持ってるだけで絶対に腐らないスタイルっすね。本当はね、ティファかセフィロスを、衣装狙うつもりだったんですけど、コラボ発表された時はね、ガーネットのね、この衣装があまりにも完成度が高くて、ちょっとエアリスの衣装を狙いに行くことにしました。まさかの。急遽変更です。行きましょう。もしこれが速攻で引けたら、ティファを狙いに行くかもしれないです。だから武器の性能的にはね、セフィロスが欲しいっすね。セフィロスの武器の性能はね、なんか抑えておいた方がいい気がする。敵全体の魔法防御ダウンでしたっけ？お、いきなり出た。待って。お、設定してたやつだ。さあ、20連目。ちょっと音大きすぎるかな。これぐらいにしてもらおうか。さあ、なんかね、リセマラした時はね、すごいスタンプたくさんいいの出たんですけど。なんかリセマラ以降なんか1しか出ないイメージですね。20年目は爆死です。正直ガーネットの衣装は素晴らしいんですけど、武器の性能自体はあんまり、なんかオートでやる人にはあんまり関係ないような気がするけどね。お、3出た。これはでかいぞ。今30連でスタンプ5です。おいえ。パレットが設定してないな。おお、スタンプ4じゃなくて、40年目もスタンプ3。ああ、なんかスタンプはいい感じなんですけどね。あれ、このパターンでもやっぱあれか、これはあれだね、スタンプの確定枠のやつか。なんかスタンプはいい感じなんですけどね、星5が全く出ないですね。自分ちょっとラムを倒すためにね、クラウドの水のやつが欲しいんですけどね。50連目です。さすがに1か。50年目は1。
あと3スタンプで行くんですけどね。お、硬かった。見とくか。一回くらい見とこうか。行こう。エアリス。ってことはまあ、新武器でしょうね。この武器あんまりね、まあどうだろう。サポートマテリアはどんな感じなんだろうね。アビリティは別に興味ないですね。さあ、60連目です。ここでスタンプ3出して決めちゃおう。頼む、頼む。スタンプ1。あとスタンプ2マス。さすがに最後はスタンプ2くらいは出ると思いますけどね。多分次でフィニッシュですね。自分の予想では。もういや、もうガチャにしてスキップしていこう。ガチャにして見飽きたからね。もう、スキップしていきましょう。大切なのは、チョコボスタンプです。さあ、ラストいきます。ラスト。うん、ラストターン。70連ですね。70連で一応、スタンプマックスです。割といいんじゃないでしょうか。最後だけ演出見ようか。うん、70連でスタンプマックスか。なんかエアリスもセフィロスも狙いに行けそうっすね。どっちかなら。エアリスじゃ、ティファ。ティファとセフィロスも狙いのどっちかは狙いに行けそうな気するな。お、これクラウドの欲しいやつ出たんじゃないかな。出てない。フランケンの方か。さ、まあエアリスのね、ガーネット衣装ゲットです。まあ12月8日までね、期間があるんで、ちょっと次のガチャの更新を見てから考えるのもありかなと思いますね。ちょっと今ある石でチャレンジするのはちょっと危険すぎるんで。セフィロスのこの武器は欲しかったっすね。性能でやってる人はね、本当にこのクジャの冷凍ね、これはね、抑えておいた方がいいと思うけどね。敵全体の魔法攻撃ダウンだけじゃなくて、敵全体の物理攻撃ダウンも持ってるんでね。いや、この武器は本当に抑えておいた方がいい性能に感じるな。最悪ティファの衣装も、セフィロスの衣装も諦めて、このクジャの冷凍だけね、取りに行くかもしれないですね。まあ、次のガチャのね、更新待ってから考えましょう。そんな感じで、今回のコラボキャラ4体ね、自分はエアリスの衣装を取りました。そんな感じで、どうもありがとうございました。